皆様、おはようございます。おはようございます。第6回南水メイクドレスは当日の朝を迎えました。あいにくのお天気となりましたが、会場の水切れも仕事にはご注意ください。それではお待たせいたしました。第6回南水メイクドレスは第1回のクラスです。選手を引き上げたにご注意ください。まず最初の記録は第4回大会で10位タイ、株式会社初の権力サポート選手、広島県出身、岡田結花。
ょう。お待たせいたしました。それでは第3組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは2022年マイナビネクストクロインゴルフツアー第1戦で優勝、本ツアー2回目の出場、高知県出身、中野奈美。続いてのティーオフは、本ツアー第1回大会で9位に入り、第4回大会では4位タイの成績、東京都出身、鹿沼千尋。お願いします。お願いします。続きまして、本ツアー5回目の出場、滋賀県出身、浜野智香。それでは第4組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは2009年 JGA クイーンズジャパンの女子ジュニアメンバー、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技にも出場多数、茨城県出身、森田恵里。続いてのティーオフは、2015年大王製紙エリエルレディースオープンでベストアマ、2021年マイナビネクストクロインゴルフツアー第5戦で優勝、前回大会では2位タイ、北海道出身、沢田知花。
続いての企業誌は、2015年、18年、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場。前回大会では2位タイ、愛知県出身、芦澤恵里。それでは第5組のスタートで、選手を TM ごとにご紹介してまいります。まず最初の TF は、2017年日本女子オープンゴルフ選手権競技出場。今季は第1回大会で9位タイ、第3回大会では6位タイ。埼玉県出身、上野ひらた。お願いします。続いての TF は、2017年19年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場。2019年日本サムゲリンクラシック出場。北海道出身、志村さやか。2020年伊藤園レディスゴルフトーナメントでベストオーナー、2021年マイナビネクストクラインゴルフツアー第6戦で優勝、北海道出身、増田夢乃。頑張れ。第6組のスタートです。選手を TF ごとにご紹介してまいります。まず最初の TF は、2018年九州未来建設グループレディースゴルフトーナメントで第2位、2019年には中国 LPGA ツアーに参戦、本ツアー第4回大会では4位タイ、東京都出身、笹原美里。お願いします。続いてのクラスは、本日は3回目の出場、
来週18日にお誕生日を迎えます。おめでとうございます。株式会社住設に所属、愛知県出身、酒井里奈。続いての企業は、本日は夜間での出場。今回の帯同競技は男子プロゴルファーの今野康晴選手です。福岡県出身、坂口美奈子。お待たせいたしました。それでは第7組のスタートです。選手をチームごとにご紹介してまいります。まず最初のチームは、本ツアー第1回大会で5位になり、そして前回大会では見事優勝、ディフェンディングチャンピオン、熊本県出身、綾野。続いてのティーオフは、2017年ルートインカップ上田マルコグランドリオレディスで第2位、2019年 BCC レディースコーナメントでは5位タイ、本ツアー初出場。今回の帯同競技は女子プロゴルファーの天沼千恵子選手です。東京都出身、本綾菜。続いてのティーオフは、2017年シズヒルズレディースモルビルカップヨネックスレディースゴルフトーナメントに出場、本ツアー初出場、茨城県出身、梅田ひよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせいたしました。それでは第8組のスタートです。選手をティーオフにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場初、本ツアー初出場、埼玉県出身、吉田理央。
くお願いします。続いてのティーオフはフィリピンプロゴルフ協会ツアープロ株式会社デンゲン所属、埼玉県出身、古谷優花。お願いします。続いてのディオフは本ツアー6回連続の出場、岐阜県出身、浅野愛理。お待たせいたしました。それでは第9組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは今大会最多サポーター数の獲得で26名の応援を受けて出場いたします。2015年日本女子オープンゴルフ選手権競技出場、本日は第4回大会では4位タイ、京都府出身、宮田志乃。お願いします。続いてのティーオフは本ツアー3回目の愛知県出身、小田美奈。続いてのティーオフは2017年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技3位タイ、 NEC カルトラセブンスゴルフトーナメントではベストアマを獲得、本日は2回目の出場、長野県出身、林有奈。
から19年に女子ヨーロピアンツアーに参戦。ツアー第2回大会では6位タイ。神奈川県出身、中山綾香。お待たせいたしました。それでは第11組のスタートです。 TF ごとに選手をご紹介してまいります。まず最初の TF は2018年サイバーエージェントレディースゴルフトーナメントでベストアマを獲得。茨城県出身、木村まどか。よろしくお願いします。続いての強くは、2021年、中京テレビブリヂストンレディースオープン出場、本ツアー初出場、愛知県出身、葵真子。カードにはお待たせいたしました。それでは第12組最終組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは2016年 JLPGA テキサスツアーに参戦。2018年には全米女子オープンに出場。今度は第3回大会で第2位、前回大会では4位タイの成績。広島県出身、高山葵。続いてのティーオフは2017年 PGA テッドアップツアーに参戦。富山県出身、芝彩香。
続いての利用は、本ツアー2回目の出場、愛知県出身。最終組第12組の3選手がスタートいたしました。この組をもちまして、本日の1番組からのスタートは全て終了となります。ご覧のようにお願い申し上げます。当クラブの乗用カードには人を監視して停止する機能はございません。カード道路を歩いたり横切る際は、移動中のカードとの接触事故に十分ご注意いただきますようよろしくお願い申し上げます。また足元が緩くなっている場所もございますので、くれぐれもお気をつけください。皆様が安心安全に観戦できますよう、ソーシャルディスタンスの確保と、声援ではなく大きな拍手での応援のご協力をお願いいたします。